こんにちは、サイクルウォークです。いつもご視聴どうもありがとうございます。今回は自転車の盗難対策の話をしたいと思います。題して、自転車の盗難対策は結局どうすればいいのか、データと論理で解説するという話です。で、この企画については続編だと思ってまして、私昨年の2月、プロさえも妨げるような強力なおすすめロックと題して盗難対策の動画を上げたんですけども、これ根強い人気がありまして、今でもかなりの方が見てくれてます。それで通算もう10万回ぐらいの再生になってるんですね。やはりこういったもの需要があるんだなということで、今回もうちょっと踏み込んでいきたいと思ってるんです。前回はロックというものに焦点を当てたんですけれども、実は盗難対策ってロックだけじゃなくて、もうちょっと広い視点から考えていかなきゃならないというものだと思ってるんです。それで今回は視点をもう一段上げて、取られないようにするためには一体どうすればいいのかということで、私の持論も含めながら説明していきたいと思います。それでは始めましょう。それではここからはスライドを使ってご説明していきます。スライドの構成としては大まかに分けて2つに分かれていて、最初はデータを中心にご説明して、敵はどうなのかっていう話を説明します。それで敵を把握した上で、それでは対策はどうすべきかっていうのが後半に入ります。最初はまずは敵を知ろうというパートです。で、ここでデータを持ってきたんですけれども、自転車の盗難に関するデータっていうのは警察庁がやはり一番詳しいなということで、警察庁の刑法犯に関する統計資料からデータを持ってきました。最新のデータが2020年なんですが、自転車の盗難件数については不思議と下がっていることがわかります。その背景についてはいろいろ考えられるんですけれども、ちょっと触れないでおこうかなと思います。ただ2020年だったとしても、発生件数は12万797件、つまり日本全国でいうと1日あたり331件起こっているということです。相当な頻度だと思います。盗難件数自体は減少傾向なんですけれども、検挙率、これは 7% 前後で推移して一定です。最近は上がってる傾向がありますけれども、もしかするとそれは件数が下がっていて、その分検挙に集中ができるようになったのかもしれません。で、別データで還付率っていうのがあるんですけれども、この方が大事かもしれませんが、これも別データでありまして、グラフにはしてなかったんですけども、だいたい6割程度戻ってくる。ただしこれは注意が必要で、全ての種類の自転車で警察に届けられたケースのデータなんです。で、6割戻ってくるから、まあそのぐらい戻ってくるのかっていう思ってたら、それは誤解であって、ロードバイクの場合には還付率はかなり低いと思われるんです。なぜならロードバイクの盗難は出来心で駅から家まで乗ってしまおうなんていうことではなくて、いいものを見つけたから持って行ってしまおうっていう風な意図だと思うんです。そういった場合には使った後に路上に放置されたりしませんから、ロードバイクの場合って盗まれたらなかなか出てこないと思っていいと思うんです。したがって盗まれてから取り返すより、最初から盗まれないようにするのが大事だというふうに思います。それで同じデータから施錠してる、施錠してないっていう場合分けでもデータが取れまして、このグラフを見てみると、10年間全発生件数を総合計した結果、施錠したケースで4割、施錠しなかったケースで6割という形の発生件数でした。これだけの件数のデータがあると、この差は当然優位ですから、自転車を離れる時には確実に鍵をした方がいいってことがわかります。で、次に場所に関してのデータもありました。これは面白くてですね、いろんな場所でデータが分けられています。読んでいきますと、駐輪場、道路上、一戸建て住宅、共同住宅、商業施設、学校幼稚園、駅、その他という形で分かれています。で、このグラフを見る限り、共同住宅の盗難が顕著ですね。で、それに対して一戸建て住宅は狙われにくい。で、不思議なんですけれども、駅や学校、商業施設は意外に少ないです。もしかすると、いつ持ち主が帰ってくるかわからないとかっていう、そういう要因があるのかもしれません。で、駐輪場、これは多いですね。おそらく一定のパターンで、持ち主の行動が予想できるっていうことも寄与してるんじゃないでしょうか。で、路上も多いです。これから読み解くに、外で一定の時間を置きっぱなしにしている場合っていうのは狙われるっていうことが言えるかなというふうに思います。
このページでは自転車泥棒は一律ではないっていうことを言いたいんですけど、大きく分けると自転車泥棒にはプロと素人がいます。で、素人っていうのはたくさんいるんだと思うんですけれども、スキルや計画性がありません。で、リスク管理度も浅いです。それに対してプロはスキルもしくは専用道具があって、用意周到で準備万端、リスクを回避する傾向があります。リスク回避というのはなぜならプロはこれを専業にしている人はいないかもしれませんけれども、これで収入を得てるわけですから、当然ながら捕まりたくないんですね。何度も繰り返してどういったシーンがリスクが高くて、どういったシーンがたやすい仕事なのかっていうのの肌感覚を持っているのがプロです。さて、自転車泥棒に2種類いるということが分かった上で、各々の種類がどういった自転車を狙うのかっていうのをまとめてみたのがこの表です。自転車を6種類に分けました。上から順に高級ロードバイク、高級 E バイク、高級車、中級ロードバイク、エントリーロードやクロスバイク、普通車やママチャリです。まず素人の自転車泥棒ですけれども、特に高級車とかを狙うわけではなく、まんべんなく狙います。そこにあった自転車を狙い、なおかつ自分が手軽に乗っていけそうな自転車を狙うので、素人の泥棒さんの場合にはエントリーロードやクロスバイク、普通車やママチャリを主に狙います。それに対してプロは上から順に狙っていくんです。高級ロードバイクや高級 E バイクを狙っていきます。なぜならプロはそれを換金してお金にするということを生業としているからです。それでこのチャンネルをご覧になっている皆さんは大抵ロードバイクを持っていると思うので、ロードバイクを持っている方々にとっては残念ながら素人とプロの両方に対して考慮をして対策をしていかなければなりません。それでその対策についてなんですけれども、今回は鍵だけにこだわらず総合的な対策を考えるので、私が考える対策っていうのを列挙してみました。上から順に説明していきますと、細身のコイル型ワイヤーロック、これは素人さんに対しては有効です。ところがプロに対しては一瞬でやられてしまいます。ただこれが存在意義があるのは、例えば誰もが予想できないタイミングで一瞬だけ置くっていう、例えばコンビニに寄るとかっていうことであればなんとか有効だからです。で、次の太めのコイル型ワイヤーロックですけれども、これは素人さんに対する対抗力としては上々ですね。ところがプロの手にかかるとこれとって一瞬でやられてしまいます。それで次に挙げたのが頑丈なチェーンロックです。これは素人さんにとってはやはり手強いんですけども、プロはこれも難なく外してしまいます。それでチェーンロックはワイヤーロックに比べて重くなる傾向がありますので、どの程度の堅牢性を求めるかっていうのもポイントだったりしますね。で、次に U 字ロックです。U 字ロックは素人さんにとっての対抗力は非常に大きいです。プロに対しても一定の効果を表します。前回の動画でも触れていますけれども、強固な素材でできたクリプトナイトとかはプロとて手こずるっていうことを言ってますね。ただこの U 字ロックの難点っていうのは、U 字ロックの直径が狭いがために地球ロックがしづらいということです。地球ロックって何かっていうと、自転車が持ってかれないように地上の固定された構造物と一緒にくくりつけるってことを地球ロックと言いますが、U 字ロックだけだとこれが難しいんです。で、そこでダブルロックというものが出てきます。それは U 字ロックプラスワイヤーロックなりチェーンロックです。私もこれを大抵使ってますけれども、U 字ロックでホイールとフレームをくくりつけて、なおかつチェーンやワイヤーでホイールやフレームと一緒に地上の構造物にくくりつけるということです。私もこれで救われたことがあって、今までの経験で1回きりなんですけれども、明確な盗難にあったことがあります。それはプライムのブラックエディションというホイールがついているカーボンロードバイクをちょっと止めてたんですけれども、戻ってきたら親とか思ってなんかおかしいんですよ。で、よくよく見てみたらクイックシャフトが前後ともなくなってたんですよ。で、幸いにもホイールは無傷であって、プライムのクイックシャフトだけ取っていったということですね。もしもその時にホイールをチェーンでロックしてなかったら、ホイールごと持ってかれたんだろうなっていうふうに思って、被害が最小限にとどめられました。それで次に紹介するのが、これは鍵ではないソリューションなんですけれども、プロには最も効果的であろうってもので、アラームプラスステッカーです。アラームって何者かっていうと、一定以上の振動や一定以上の衝撃が来た時に音で鳴らすというものです。それでステッカーっていうのはある種の対策が講じられてますよっ
ていうことをフレームかなんかに貼って明示的に見せるものですね。で、これは素人にとっては何でもないものかもしれませんけど、実はプロってこういったものを怖がるんですね。なぜならプロはリスクを踏まないからなんです。で、プロが一番嫌なことっていうのは目立って捕まってしまうことなんですね。したがってこのような珍しい対抗策を持った自転車っていうのはプロとしては何が講じられているかわからない、つまりリスクが高いっていうふうに考えるわけです。ですからこういったリスクの高い自転車にあえて挑むよりもリスクの低いたやすい自転車に挑んだ方が時間を有効にリスクなく使えるということでプロは判断します。したがってこのアラームとステッカーっていうのはプロに対してのかなり有効的な対策だと私は思ってます。で、次に最新のテクノロジーの一つであるエアタグや位置を示すようなデバイスですね。で、これ素人さんやプロにも一定の効果を示すと思うんですけども、プロで三角にしている理由があります。それはですね、このエアタグとかっていうのは取られてからどこにあるのかっていうのを指し示すものですね。ということは取られてからそこに赴かなきゃいけない。で、僕としては取られてからのことは考えたくないですね。例えば運悪く取られてしまった後にエアタグでここにあるっていうのが分かったとしましょう。ところがそれが人里離れた倉庫街の一角の倉庫の中を指し示していたとしたら、普通の人はどうすべきでしょうか。その対象倉庫の中に突入して自転車を取り返すべきでしょうか。僕だったらそれはやりたくないですね。ひょっとするとそんなことをすると自分の身の安全に触れるかもしれないからです。ということでエアタグなど位置情報を示すものっていうのは僕はあまり使わないと思いますね。で、次にカバーっていうものがあります。これなんだっていうことなんですけど、自宅で屋外に保管する場合にカバーをかけるっていうのはよくある話ですけれども、ここで言っているカバーっていうのは100均かなんかでペラペラのカバーを買っていって、で、出先でカバーをかけて施錠するっていうことを意味してます。これはすごく突飛な対策ですけれども、案外これ私有効だと思うんですね。なぜかというとカバーをかけるとその中に何が入っているか見えません。で、プロって効率性とかリスクを考えますから、そのカバーをわざわざめくって何があるっていうのを確認しないと思うんですね。で、確認できないものについてはプロはそこにいいものが入っているかどうかっていうのが判断できないから行動の対象としないですね。ということでカバーをかけるっていうのはプロに対しては一定の効果があるというふうに考えてます。最後に鉄則なんですけれども室内保管です。ロードバイクのような高級自転車を自宅で保管する場合、これは可能な限り室内に保管すべきです。玄関の中でも構わないです。結局のところ同じ自転車が長時間同じ場所にあるっていうことは非常に危険な状況です。その危険な状況を避けるためには室内に保管するしかないですね。ですから保管定位置の絶対対策はこれしかないと思います。とはいえ当然自転車なので外に出てって外で止めるってことはあるでしょうから、その時にはこの室内保管っていうのは全然関係ない話なんですけれども、いずれにしても自宅で保管する場合っていうのは室内保管っていうのが最大の対策だというふうに僕は思います。それで特にこのアラームについては私はなかなか面白いっていうものを最近ゲットしてまして、それに対するレビューも近日中に出せると思います。ぜひご期待いただければと思ってます。以上、自転車泥棒の種類に応じた対策について解説を行いました。はい、いかがだったでしょうか。今回は自転車を取られないようにするにはどうすればいいかという考えに基づいて、鍵だけに着目はせずにもっと包括的な対策という形でお話をしました。で、まとめを申し上げますと、まず盗まれてから取り返すより最初から盗まれないようにするのが第一だと思います。車の事故も同じですよね。事故してから保険でカバーしましょうっていうよりも最初から事故らない方がいいです。次に絶対に施錠するということですね。どんな鍵でもないよりマシです。ですから鍵をしないで離れるのはやめましょう。3番目、定期的に同じ場所に置く状況、月決め駐輪場などは非常にリスクが高いです。なんとか避けたいし、こういうところに置く場合にはちょっと後ろ向きな考えですけど、置く自転車、利用する自転車をその時には変えるっていうことも考えた方がいいかもしれません。あとマンションの話ですけれども、最近のマンションって特に賃貸ですけれども隣人の目という睨みが効かないことが多いですね。
隣の人って誰だろう、全然顔合わせたことないし知らないし、挨拶もほとんどしないなっていうこともあるわけです。一般には共同住宅って隣人の目が行き届いてセキュリティが高いんじゃないかっていう一般概念があるんですけど、賃貸で入居者がくるくる変わるような場合ってそうでもないと、逆に泥棒さんとしては入りやすいっていうことがあるっていうふうに考えないといけないですよね。で次に自転車泥棒には2種類いるっていうことです。大きく分けるとプロかそれ以外です。それでこのチャンネルをご覧になっている方々っておそらく立派なロードバイクを持っている方々が多いと思うんですけど、その場合には残念ですけどプロと素人の両方を相手にしなきゃいけない。でそこで強調したいんですけど、プロに狙われるとどんな鍵も無力です。狙われないようにするのが大事だと思います。それではじゃあ狙われないようにするにはどうすればいいか、その辺は先ほどのスライドで表でお伝えしましたけれども、キーワードはリスクです。プロは捕まりたくないのでリスク度が高いものは敬遠します。したがってプロが敬遠するような対策を取った方がいいです。例えば2ロックアラームとかステッカーによるブラフだとか、そういったものを有効活用するのがいいかなというふうに思います。さて今回は皆さん気になる盗難対策についてお話ししました。お役に立てば幸いです。チャンネル登録まだの方はしていただけると非常に励みになります。よろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。